ここは病院の敷地。ちょこちょこと走り回るのはまだ子供の2匹のタヌキ。植木の前で左右に分かれます。すると方向を変え、突然見えなくなった相方を慌てて追いかけていきました。専門家によると、2匹は生後1ヶ月から2ヶ月程度。この映像、実は珍しいものだといいます。親が守りますし、まあ、割と夜の方が行動が活発なことがあるので、昼間にこうやって子供が割と目立つところに出てくるというのは、まあ、珍しい、まあ、近くに親がいたりして、まあ、兄弟で遊んでるといった感じかなと思いますね。巣穴から出てきたばかりの子タヌキ。小さな大冒険はこれから増えてくるということです。